ミカサたちはエレンとヒストリアの身代わりとして拉致されたジャンとアルミンを救出し、その場に実行犯たちを拘束すると、リヴァイと合流すべくトロストクへと向かうが、銃声です。ほら、何発も鳴ってますよ。やっぱ何かあったのか。多分あった。兵士長からの伝言はこう。これからは巨人だけじゃなく人と戦うことになる。あ、それって人だと。おい、エレンたちだ。いいか、奴らは対人の戦闘に慣れてる。もう何人かやられた。エレンたちを取り戻すためには躊躇するな。殺せるときは殺せ。分かったか。了解。奴らは偽の場所まで用意してやる。片っ端から確認していくしかねえようだ。散開しろ。手分けして馬車を探すぞ。深淵だ。馬車を見つけたのかもしれない。いいか、相手が人でもためらうんじゃねえぞ。場所に急がないと。エレンが近くにいるかもしれない。ミカサ、こっちだ。こいつらが邪魔で馬車を探さねえ。悪いが援護を頼む。馬車はここからは見えねえ。こいつらはただの石膏らしい。まずいよ。完全に後手に回ってる。僕たちの動きが読まれているのかもしれない。片付いたか。助かったよ、ミカサ。早くエレンが乗った馬車を探そう。やだ、ミカサ。嫌だ。深淵弾を確認。馬車を見つけたのかもしれない。エレン、すぐに助けるから。何を迷っているの？人と戦うのが怖い。怖いとかじゃねえよ。この先もきっと人と戦うことになる。ある覚悟を決めて。うん、大丈夫だよ。深淵弾は馬車発見の合図かもしれない。急いで確認に行かないと。
敵はエレンを生きたまま連れ去ろうとしてる。あの場所は僕らを混乱させるための偽物だ。エレンとヒストリアを失うわけにはいかない。たとえこの手を汚しても。相手は俺たちを殺そうとしてるんだ。情けをかける余裕なんてねえ。エレンはどこ？裏道から内門に向かっている馬車がある。そいつが本物かもしれねえ。俺はここまでだ。馬車を追うならこのガスと刃を持っていってくれ。しくしょうめ。敵だ！こんなところにもいるのかよ。この状況まずいだろ。ありがとうな。助かったぜ。私から行きます。行かせ、俺も同行する。急いで馬車を見つけないと。くそ、待ち伏せしてたのか。誰か応援来てくれますかね。相手に遠慮してたら味方が殺される。コニー、分かってる。分かってるって。だけどよ。ありがとうございました。死ぬかと思いましたよ。すまない、離脱する。ガスと刃を受け取ってくれ。急いで馬車を見つけないと。相手が人でもためらってはダメ。生き残るためにはやるしかない。ミカサはもう覚悟ができてるんですね。急いで馬車を見つけないと。エレンを返して。
黙れ。お前たちはここで死ぬんだ。ずいぶんと大掛かりじゃねえか。よほどエレンとヒストリアが欲しいらしいな。俺が必ず連れ戻してやる。私からエレンを引き離すなんて許せない。冷静になるんだミカサ。大丈夫、僕たちならきっと取り戻せるよ。私たちの使命は巨人と戦うことだと思ってたんですけどね。ああ、人を守るための兵団なのに、なんで人と戦わなくちゃいけないんだ。この辺りの敵は片付けた。エレン、エレンはどこなの？見つけたぞ、馬車はあそこだ。アルミン、ジャン、馬車に移れ。他は援護だ。はい、ジャン。まずい。アルミン、ジャン。エレンたちを奪われたリヴァイ班は対人制圧部隊の追跡を逃れ、一時潜伏することになった。どうした？いえ、わからないことがあって。僕が撃とうとした時、相手はすでにジャンに銃口を向けていた。なのになんで先に撃ったのは僕なんだろう。それは相手が一瞬撃つのを躊躇した。そうだろう。僕が殺した人は優しい人だったんだろうな。僕はすぐに引き金を引けたのに。お前の手は汚れちまったんだ。新しい自分を受け入れろ。引き金をすぐに引けたのは仲間が殺されそうになっていたからだ。お前が手を汚してくれたおかげで俺たちは仲間をなくさずに済んだ。ありがとう。兵長、俺は人と戦うなんて間違ってると思ってました。でも間違ってたのは俺でした。次は必ず。ああ、お前がぬるかったせいで俺たちは危ない目に遭ったな。申し訳ありません。
ただし、それはあの時あの場所においての話。何が正しいかなんて言ってない。そんなことはわからないからな。お前は本当に間違っていたのか。え